皆さん、バンクシーゲームスへようこそ。今回もですね、ゾンビが徘徊する世界でサバイバル、サラウンデッド前回からの続き遊んでいきたいと思います。でね、前回最後ここだね、ここの家をちょっとね、仮の拠点にしようかなということで、ここにね、テントも広げて、でテントはね、結構大きめなインベントリーになるので、ここにテントを広げて、まあ一応ここをね、拠点にしようかなと思ってるんだけど、そういえばさ、死んだ時にランダムリスポーンとスポーンポイントってあったじゃん。でこれスポーンポイントってどうやって設定するんだろう。スポーンポイントの設定の仕方が分かんない。もしかしたらスリーピングバッグを置いとくと、そこがスポーンポイントになるのかな。ちょっとわからんな。スリーピングバッグ置いとこうか、ここに。で出かけようか。はい。で一応、あ、スポーンポイントセットになった、なりましたね。今出てきたね、右側に。オッケーオッケー。来たら外で寝ることはできないけど、死んだらとりあえずここには戻ってこれるということか。よし、じゃあやっていきますか。でマップを見ると今ここですね。ここ一番右上、一番端にいるので、まあ、前回ね、下からずっと来たので、今回はこっち国道沿いにずっと行きながら、このエルウッド、これ多分町だと思うんだけど、ここを目指していこうか。どこまでねできるか今回わからないけど、とりあえずこのエルウッドを目指していきたいかなと思います。じゃあ早速ねやっていこう。よしよし、行きましょうか。車も欲しいよな。車手にしたいよな。これ乗れればいいんだけど、これは乗れないんだな。さあ、行こう行こう。あ、あそこにガソリンスタンドあるな。ガソリンスタンド漁っていくか。これ第1話で確か行ってるよね、ガソリンスタンド。あのガソリンスタンドのと同じ場所かもしれないね。ゾンビもいると思うから、ゾンビをやっつけながら漁っていこう。よし、ハイズリが、あー、来ちゃった、来ちゃった。ハイズリがね、結構苦手。よいしょ、よし。あ、お金。ブック、本だね。前回さ、トレーダーいたじゃん。あれね、うまいことトレードできなかったんだけどさ。あー、大丈夫か。よっしゃー。オッケー。ない。あとあいつも殺して。あれ、ハイズリは3体今いるけど。あ、いるいる。奥にいるね。よし。これ、後ろからやる分には。よし。ない。よいしょ。よし。あ、お金。よっしゃ。もういないかな。いないね。漁れるとこ漁っていこう。漁れる。あ、来た。ガス缶来たね。で、あ、リペアキット。よし、いいぞ。中に食べ物ないかな。食べ物欲しい。ラップトップ。一応持ってきましょう。ボール。ボールって何に使うんだろう。あー、クラフティングトゥ、あー、食事を作るのに使うんだ。へえ。なんか持ってればいいだけなのかな、ちょっとわかんない。あー、あったね。食い物食べよう。イワシの缶詰、これ食べて。トイレットペーパー、前回もあったけど前回取らなかったんだよな、確か。よし。これしかないから、とりあえず先に行こう。もうしばらくすると暗くなってきちゃうよね、多分ね。上もちょっと曇りがち。家は建てられないんだよな、確か。あ、キャンプ場がある。あ、漁れる。来た。ウェルダースマスク。これは何なんだろう、プロテクション。
はあはあ、溶接用のマスクっぽいやつかな。ウッドプランク持ってく？バレット。ああ、ゴルフクラブか。これはいらねえな。売れるけどね。売れるけどいらない。あ、すごい。すごいな。ヘルメットの外側にあのカバー入れてんだ。これひまわりの種とか取って食べられないのかな。特にそういう特にないか。これ木とかも、あ、アックスあれば、アックスあれば、なるほど。これなんか逆さ向いちゃってんじゃん。あ、ちょっと待って、ゲッティン、あれ、これ逆さ向いてるから、あれ、これって一応乗れるっぽいんだけど、残念残念。あ、いけるいける、よっしゃよしよし、これ乗れるぞ。ちょっと待って、俺リペアキット持ってるよね。ビークルリペアキット、これだよね。これをどうやってやんだろう。あー、直してる直してる。 F キーで直すね。これでどうなんだろう。ちょっと待ってみようか。あ、直った。125分の125。で、あったあった、ここにガソリン、ガス缶持ってるから、あれでどれぐらい入るのか。今211でしょ。1250分の211が満タンになった、満タンになった。よっしゃ、あ、いいね、可愛らしいじゃないですかこの車。あ、いいぞ。オッケーオッケー。これ引くこともできんのかな。引いてみようか。よいしょ。あ、いけるいけるいけるけど、ダメージがどんぐらい食らったか見たいな。危ない、これ一回装備を。あそこにもいるのか。やっちゃおう。そろ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 あれだな。よいしょ、やば、くそ、こっちから来たか。360度警戒を怠れない。ライトだ。このライトが持ってない。あ、9ミリ弾だね。マガジンに入れとこう。スマートフォン、スマートフォンは多分売るだけだよね。あいつもやっちゃおうか。2体いるな。来た。よいしょ。よし、だいぶ戦いも慣れてきたぞ。あ、ハイズリがいる。ハイズリが結構苦手。よいしょ。よし、もう1体。よし、もう1体いるな。あさって、あー、来た、9ミリ来た、9ミリ来たけど、ちょっとやばい、やられた。よし、そうそう、これ容赦なく来るからな、あさってても。あとこっちに1体いたんだけど、明かりつけようか。いや、ちょっと暗くなっちゃうかもしれねえな、これあさってる時に。あー、防腐剤来たから、これで布が 1個しかないから作れないのか。これ拳銃、これはいいね。で、これ初期に持ってたナイフか。缶からシェイプブレード、これいるかな、シェイプブレード。よし、あの車は積めないよね多分ね、いろいろと。まあいいや、あさってこう。あ、またリペアキット来たな。あ、マスクか。マスク、一応もらってく？よし。オッケー。ダクトテープらしき。あ、これ明かりか。これ、あ、コンパス来たね。コンパス来た。で、ボルトカッター。これも一応持ってきたいな。オッケー。で、これって、イクイップ。あ、ここにあんだ。これ何？ここって何なの？あー、これ投げるのか。投げてみるわ、ちょっと。はい。
あー、こんな感じで明るくなるんだ。なるほど。ちょっと横回さってみます。これか。あ、またガス管来た。いやー、どうしよう。あ、スクラップメタル、これ持って帰りたい。一回家に置きに行くか。あ、ちょっと待って、ライダージャケット来た。そっか、これあれなんだよな。一回ね、電源落としてもう一回入り直すと、再湧きしてるんすよ。それを忘れてたわ。で、これプレイス。なるほど。よし。あ、で、これでここにも物を置けるようになった。そっか、これがあんだな。これ修正されるとは思うんだけど。なるほど。1回目に撮った、このレアなね、ライダースジャケット。一応 5×1 のあるやつ。あ、ちょっと待って。ニーガン。これニーガンか。ニーガンが着てたライダースか。マジかよ。よし。じゃあ、ニーガンになれるかな、俺も。OK。着ていきましょう。ああ、いいですね。これでルシール持ってたら完全にニーガンだな。さあ、この先も行ったことはある場所かな？うわー、すごいな。あ、ちょっと待って、ここゾンビいんだ。ちょっと待った。ちょっと9ミリ使ってみようかな。オッケー。よいしょ。オッケー。よいしょ。2発だね。弾がでももうねえわ。調子に乗りすぎた。あ、9ミリ弾来ました。確保しました。お金も来た。あ、また金来たわ。金今いくらあんの俺。384。どうなんだろうこれは。あー、来ましたね。豆缶。食べよう。よし。さあ、一軒家か。一軒家、あぶね。漁っていきますか。食いもあるかもしれないんで。よいしょ。とりあえず、弾は使いたくないから、ちょっと取っとこう。ただ、あれだな。弾は入れとこう。あれ？これか。10発。入んない。なんで？これ一回外さないと入んない？あ、外さないと入んないんだ。よし。うわ、結構いる。こいつ、あ、中入ってた、あいつ。うわー、見つかった。よし、見つかってる。やば。あー、危ねー。食らった。結構な確率で。よし、見つかるんだよな。オッケー。あと中にね、消防署員みたいなのが、いやー、出てきてるね。体力 63% か。結構。よいしょ。やばい。うわー。よいしょ。でもまあこれで全部だ。ウォーキートーキー一応持ってく。うん、売るだけのための商品だけど。あー、来たね。これはいる。で、電話と、これシェイプブレード。あ、また電話来た。電話重ねておけないよね。あ、9ミリ弾来ましたね。9発。よし。これ一回出して、これも入れちゃおう。うん。で、この家から漁ってこうか。お！これは M9 で、 M9 だけど、ダメージ15。あー、ぶっ壊れてんのかな？
あ、ダメージって書いてあるわ。サイドアームがダメージ受けてる。これ売れるかな。拳銃は持ってこうか。でフィッシングロッドも欲しいんだけど、あ、これ飲もう。 GPS もう一個追加。ロッド持ってく？一応釣り竿持ってけるけど。あ、来た。 6×8 6×7 こっちのがいい。来た。これいっぺんに全部できないのかな。よし、 OK。 でダクトテープにこれなんだ、キャップ売れる感じかな。でサングラス、帽子、 OK。 食い物くれー。食い物来たね。食べましょう。よし、そんなにお腹いっぱいにならない。じゃあこっちの家も見ていこう。あ、水来ましたね。でこれは、あ、エナジードリンク、スープ。いや、ここに来てちょっと食い物手に入れている。あ、これ嬉しい。いやー、もう持ってけねえなー。財布、あ、クロス来た。これで作るか。じゃあクラフトします。ラグを作って、スペースがない、スペースがない。ちょっと待って、一回これ置いておいて、ラグ作って、バンテージ作ると。でバンテージここ入れておいて、もう一個は作れないか。でこれもう一回戻す。うん、よし。で今場所的にはここでしょ。ちょっとあれだね、このウィルソンズショップ行ってみようか。これ右側にあった、ここだ。ウィルソンズショップここですね。よいしょ。あー、すごい、すげえな。あー、こういう網とかタイヤとかいろいろなものを使って車とか中に入れないようにしてんだ。考えられてんな。かっこいいですね。お邪魔します。あー、来た。人がいっぱいいる。これか、このジェネレーターの音だ。アドレインマッシュ。ホフマン。あ、この人がトレーダーですね。トレードウィズトレード。でこれ使え、あ、使える、使える、初めてだ。あー、トマトをとボールと料理できるんだ。魚、魚、あー、魚も大中小とあるね。これで料理でき、ここで料理できるのか。あ、クラフトステーション。ウェポンズベンチ、ビークルリペアキットに、ビルディングステーション。ビルディングできんの。で、ロープ、釘、フィッシングロッドも作るんだ。へぇー、メイクシフトナイフ、スプリント。スプリントって添え木だっけ？骨折することある？あ、スリーピングバッグも作れる。ウッドプランクは木から作る。メイクシフトスクラップメタルボディアーマー。へぇー、メイクシフトウッテンボディアーマー。ウッドプランク、銃、クロス、ロープ、スクラップメタル。あー、なるほど。これが一応作れるものの全部か。よし、じゃあちょっとね、トレーダーに、ずいぶん明るくない？なんかここ。トレーダーに話しかけてみます。だねー。なんかいろいろ持ってるぞ。ピストルの、あ、サプレッサーあるじゃん。1200。1200ないよな。
411全然ダメ、全然ダメ。とりあえず売ります。でこの本も売る。あ、売れるね普通に。でトランシーバーも売って、この辺もちょっと売れるやつは全部売っちゃおうか。売る用のやつ、グラサンとかも売るか。うん、カップ、これはこれどうしよう。売ると200か。全然でもサプレッサーには届かないもんね多分ね。スナイパーサプレッサーっていうのもあるよ。でショットガンに使う12ゲージの弾って売ってる？ここにはなさそうだな。よし、ちょっとね売れそうなものを今ねいっぱい持ってまた戻ってきたので、ワンチャン1200いければいいなと思ってるんですけど、サプレッサー欲しいなと思って、拳銃の。よいしょ。さ、ちょっとね売れるだけ売ってみよう。まずこのライトで、ヘルメット結構いっぱいになっちゃうかな、ここので。こういうサングラス系とか全部売ってきます。向こうのお金の具合もあるよね、いくら持ってるか分かんないけど。でこれ洋服系全部売っちゃって、こういうのってあれかな、リセットされるのかな。でゴルフクラブこれも売ります。よいしょ。今これでいくつ？あ、いける！ 1200 超えたね。これでサプレッサー買えるわ。でも全部売っちゃおう。あ、結構このトレーダー金持ってんな。で、これも売っちゃう。あれ？俺持ってるよな。ちょっと待って。持ってるよね。1本。一丁拳銃売っちゃいます。で、本と、うわー、すっきりしちゃった。こんなもんでいいよな。あ、これもあったわ。GPS も一個売っちゃおう。よし、これで全部かなり売ったぞ。1791。結構売れたわ。したらこれ買います。サプレッサー1200。あと591か。スナイパーのサプレッサーが1500するんだ。クロス買っときたいけどな。とりあえずいいか。うん。とりあえずあと、飯食おう。飯を買う。飯はもうないよね。よっしゃ。いい買い物できた。これで、サプレッサーは？ここだ。入った。入ったね。で、この豆缶は食べると。よし。じゃあちょっと試し撃ちしよう。あ、クマいる。ちょっと待って、クマ。やってみるか。いけるかな？死ぬ可能性もあるよな。あれ？来ない。よし来た。全然来ない。この辺もフィックス案件だな。ありがてえ。肉来た。よし、さっきのところで肉焼きに行こう。これで食い物しばらく。あれかもしんない。肉焼きに行きます。あー、いいぞ。これで、これだよね。ローミート。これで、はい。あ、焼いた！焼けた焼けた！あ、そういうことか。これ。あ、焼けてますね。あ、ただ、インベントリーが、こういう感じで。あー、いいね。25回復するわ。こういう感じで重ねておくことできるよね。あ、なんだ？
焼いた時はバラバラに置かれちゃうけど、とりあえず重ねておくことができる。で、これってあれかな、腐ったりしないのかな。特に今のところそういう腐るシステムはないみたいね。あ、これはラッキー。ああ、よかった。お腹いっぱいになった。よし、じゃあね、一旦今回はこの辺で終了したいと思います。トレーダーで、ちょっとね、取引できたのは結構大きかったかもしれない。で、マップで言うと今ここなんだけども、とりあえずね、結局、ここ、エルウッドという結構大きめな街だと思うんだけど、うん、ここにはちょっと行けなかったんですけど、あとこの辺もまだ漁ってないし、この辺もまだなのかな？うん、次回以降ね、また漁れるとこ漁っていきたいかなと思います。装備の方も充実してきたよね。このピストルにサプレッサーをつけられたのが結構大きい。さっきクマ倒した時に音聞いたけど静かだったね。食い物も手に入ったし、リュックもね、ちょっと大きくなったし、で、このね、溶接用のマスクみたいなのも手に入れて、プロテクション 2% だからちょっとね、防御力上がってんのかな。うん、少しね、あとこれですね、ニーガンライダースジャケット嬉しいっすね。これがね、2着あるんだけども、1着売っちゃってもいいのか。まあいいや、次回以降ね、また続きやっていきたいと思います。もう少しだけね、ちょっと遊ぼうかなと思います。ずっとね、シリーズ化する予定はなかったんですけど、面白いので今ちょこっと遊んでますけども、もう少しね、続けたいかなと思います。今回ね、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画もですね、ぜひ見に来てください。それでは。Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray.